い、皆さんこんにちは。月間アクセス170万 PV 見てくれる人34万人の姫路エリアでは最大級のメディア姫路の種を運営しておりますぶどうちゃんでございます。いつもこの番組見てくださってる皆さんありがとうございます。本日は、ね、4月7日に緊急事態宣言を受けた姫路駅前4月9日の様子を お届けしたいと思います。はい、姫路駅前なんかおまわりさんがいますね。いつもいないのにおまわりさんがいます。山陽百貨店も、ね、ピオレさんも昨日4月8日から休業に入っています。姫路駅前はね、人はねまだ歩いているんですけど、いつもよりだいぶ少なく感じますね。時間は4時30分頃ですね。はい、あ、皆さんねマスクをして、さ、普段よりねだいぶ人は少なめですけども、新入生さんでしょうか、元気に明るい声を上げてらっしゃいます。あ、やはりマスクの方が多いですね。観光案内所にね一番のお知らせがしてあるはずなので。なんかお姉さんいますね。中を入ったらダメかなと探してられるんですかね。ありがとうございます。お客様各位、発熱や体調の優れない方、窓口での対応をお控えいただき、電話でのお問い合わせをお願いしますと。ここはお休みないんですか？コロナウイルス対策でお休みということが、各施設のイベントの前に張り紙でお知らせがしてあります。今日からお城が休業してます。スムージーバスも運休のようですね。4月1日に当面全便延期。コロナウイルス感染防止対策により中止イベント休館。これは姫路の隊の公式サイトにも、記事を書いてますので、概要欄に貼っておきますので、そちらも合わせてご覧ください。姫グルメ新しいの出てますね。ここにハンドミストが置いて消毒できるようになってます。ワールドマスターズゲーム、これは今のところ中止は書いてませんね。はい、JR も人がやはり少ないですね。あ、今言ってますね。 JR 西日本からのお知らせ。新型コロナウイルス感染拡大リスクを考慮し、各種イベントの中止延期が発表されています。現在掲載中のポスター、パンフレット等の記載内容が変更となる場合があります。お出かけの際はあらかじめ、各施設のホームページとご確認ください。今のところ電車は動いてるようですね。はい、国土交通省及び厚生労働省からの新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたお願い。駅構内や列車内の混雑緩和は一般的に感染の拡大防止に有効です。時差出勤やテレワークなどの取り組みを積極的に行っていただきますようにご協力をお願いします。ちゃんとこうやってお知らせしてくれてますね。ありがたい。はい、今駅員さんに聞いたところ、やっぱり利用者は減ってます。ただ在来線は通常通り運営しているそうです。はい、ピオレ姫路さんです。臨時休業、4月4日から5月6日新型コロナウイルス感染拡大防止に従う緊急事態宣言を受けて、以下の通り臨時休業させていただきます。飲食ショップは営業されてるんですね。あ、どんどん亭さんとか鶴丸さんとかは営業されてるようです。そしてクリニックも営業されてますね。地下1階ビビムさんとかピオレ2のフレッシュネスバーガーさんとか、あ、飲食は営業してますね。はい、食品スーパーマーケットもピオレの地下1階は空いてるようですね。ここにも書いてますね。1回レストランは営業してます。でもどっから行くの？あ、なるほど、ここから。各階あるんですけどね、2階から6階には行かないようですね。はい、地下1階に行きました。マルマラさんも空いてますね。お客さんもおられますね。はい、地下1階の飲食エリアはほぼほど空いてますね。あ、こちらはお持ち帰りとかもやってはりますね。そして、フェスタさんですね。いつもはね、ここで学生さんたちが溜まってたりするんですけどもね、だいぶ人が少ないですね。はい、そしてフェスタさん、臨時休業期間、4月9日から当面の間、
ただタコビーさんは空いてますね。飲食店街いくつかね空いてる店もあるようです。食べ物屋さんは空いてる店が多いようですね。ここもね、結構おやじさんとか会社員さんも歩いてるんですけどね、今日はだいぶ少ないですね。はい、みゆき通りですね。みゆき通りの前の芝生広場があって、その脇にいつも学生さんとかね座ってられるんですけども、あ、今日もおられますけど、いつもより少ない感じですね。はい、みゆき通り、星野コーヒーさんとかは空いてますね。はい、松本清さんも空いてますね。東一さんは臨時休業と貼ってあるかな。ピッパーターンさんも臨時休業。はい、トンイチさんも臨時休業。はい、ハット屋さんは空いてますね。あ、のれん街さんもフェスタなので休業のようです。はい、ドトールさんも臨時休業ですね。au さん、メガネ屋さんなんかはね、空いてますね。キンキンショップさんも空いてます。あ、ドコモさんは閉まってますね。シソマル水産さんも臨時休業ですね。はい、来週娯楽さんは空いてますね。波屋さんも空いてます。キッコーナーさんも臨時休業ですね。もみじさんは定休日とは書いてますけど、休業なのかどうかはわからないです。台湾タンパーさんも臨時休業となってますね。はい、コーナーチクットさんは空いてます。はい、山陽百貨店、人通りがやはり少ないですね。山陽もフェスタもピオレも閉まってるとなると、もう行くとこないですもんね。マネーケンさんは空いてますね。で、専門店街は休みですけど、地下食料品売り場は営業中と。ありがたいですね。あ、お客さんは各位、山陽百貨のコロナウイルス感染予防対策について。山陽百貨店は、はい、ちょっと地下行ってみましょうか。食料品売り場は空いてるようなので。結構外から見る感じでは通常通りオープンされてるようですね。皆さんしっかりマスクをされて販売してくれています。はい、コインロッカーも閉鎖ではなさそうですね。コインロッカーも営業しています。はい、献血されてくれてますね。はい、コーナーチケットさん空いてますね。チケット系は空いてますね。アミューズメントさんは閉まってますね。五大薬局さんも空いてますね。靴下屋さんも空いてますね。アミューズメントさん、プリプラ撤収。ご来店のお客様へ、コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、以下の事項につきご理解ご協力いただきますようお願いします。次の場合、当店のご利用を控えいただきますようお願いします。風邪の症状、発熱がある場合、強いだるさや息苦しさがなどがある場合、咳、血やみなど症状がある方は必ずマスクを着用してください。はい、五大ドラッグさんも。空いてますね。アミューズメントは空いてますね。はい、636のラーメン屋さんも空いてるんかな。空いてますね。はい、こちらの駐輪場もこの時間いつもいっぱいなんですけどもね、空いていますね。駐輪場の利用はできるようです。カフェドミキはちょっと休業ですね。メガネ屋さんは空いてますね。巡視船ですね。なんかパトカーとかおまわりさんが今日は多いように感じますね。コロナ対策の一環なんでしょうか。車の通りもいつもより少なく感じます。コンビニはさすがに開いてますね。タピオカのお店も開いてますね。この辺閉まってるお店もありますけども、薬局屋さんも多いので、あ、開いてるお店なんか多いかもしれないですね。宝石屋さんかな、開いてますね。美容室も空いてますし、百均にレコード屋さんが空いてますね。あずまやさんも空いてます。文房具なんですかね。帽子屋さん。そして駄菓子屋さんも空いてますね。高田屋さん。これも空いてるみたいですね。はい、西松屋さんも空いてますね。ご依頼があったんですけど、西松屋さんどうか聞いてきてほしいということで、西松さんは今のところ空いてるそうです。生活必需品に入るそうです。カフェドクリエさんも空いてます。ルジタコさんも空いてますね。はい、ボンマルジさんも空いてます。こちらのビオスさんも空いてます。電波クリエさんも空いてますね。本町商店街もメガネ屋さんも空いてますね。ボンマルジさんも空いてます。はい、ということで、姫路城も見に来ました。はい、姫路城は朝から満開ですね。めっちゃ綺麗。
はい、姫路城の入り口に来ました。姫路城は休場してます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年、4月9日から5月10日までの予定、休業してますね。ちょっと覗いてみましょう。姫路城ご案内、感染防止のためできること、書いてますね。桜は咲いてるんですけども、我々の心は、しぼんでるかもしれません。いや、負けない。はい、今ね、6時頃かな。お城の前の三の丸、大手前通りです。ただこの辺はね、この時間ね、もう閉まってること多いんで、さほどその違いがわからない。まあまあ人は減ってると思うんですよ。あ、ここも書いてますね。新型コロナに従う緊急事態宣言の発令により、しばらくの間臨時休業します。あ、向こうも閉まってるみたいですね。ちょっとこの時間はいつも閉まってるお店もあるので、すべてがそうとはわかんないですけど、おそらく、姫路城が閉まってるので、このお土産物街も臨時休業してると思われます。お弁当予約はできます。喫茶ミライ、ミライ、ミラ、喫茶ミラ、ミラ、いいサービスかな？ミライチさん。はい、やはり人通りがまあ少ないですね。普段からこの時間帯は人通り少ないんですけども、より少なくなってる、います。はい、こちらも、張り替え姫路城店の向井博美さんが書いてくれてます。新型コロナウイルス感染防止拡大のためですね、現在、姫路在住、殻付き柿を購入希望の方はご自宅まで配達してます。市外の方は地方発送できます。ご注文心よりお待ちしております。あ、そうなんですね。配達できるそうです。朗報。4月7日の非常事態宣言を受けて、4月9日、姫路駅前を見てきました。ピオレさん、3400か、フェスタさんなんかは休業してますけども、食料品店と食べ物屋さんは開いてる店が多かったです。そしてみゆき通りに関しては開いてる店の方がだいぶ多かったです。薬局屋さんと生活必需品の石松屋さんなんかも開いていました。で、思ってたよりお店は開いてるんですけども、やはり人通りはいつもより少なく感じました。ということで姫路城も閉まっていますし、動物園なんかも閉まっています。はい、ということで4月9日姫路駅前の様子をお届けしました。皆さん手洗いうがいはしっかりして、姫路で生活していきましょう。それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。